私のところは代表を私、中村、それから分担として NMR の専門家である同じタンパク系の藤原が担当しております。今もお話がありましたように、タンパク質の構造というのは非常に基盤的な情報です。で、木田先生、片山先生なども紹介しましたように、生命科学をいろいろ研究するのに非常に基盤的な、非常に重要な情報になっていて、そこのもとには非常に特異的な分子の認識っていうのが、こういう形でもって行われると、そういう基本的なことがあるわけです。で、それをもとにしてですね、そのタンパク質の形をもとにした創薬というのも、ストラクチャーベースドラッグというのに、あるいはストラクチャーガイドというドラッグディベロップメントなどという形で、もうすでに世界中で、使われておりますし、実際皆さんも自分自身も使ったという、タミフルとかイエスタとか、そういう薬がこういう形をもとにして、作られているわけです。そろそろノーベル賞の季節になりましたけれども、昨年のノーベル化学賞の受賞というのは、この GPCR と呼ばれる G タンパク質共役型受容体という、こういうタンパク質ですけれども、薬の非常に多くの薬のターゲットになっていると、そういうタンパク質の構造を決定したという、そういうことで、ブライアン・コビカ、ロバート・ルシコプの2人に取ります。で、このように重要なタンパク質の形はどういうふうに集められているかと、これは先ほど最初に原山様の方から非常に質を保つデータが必要であると、そういう最初の話がありましたが、そういうことについて今回はきちんとお話をしていこうと思います。それで、タンパク質の形のデータベースは PDB とプロテインデータバンクと、そういう名前のものなんですけれども、これはデータを我々が集めてくるというよりは、構造を決定した方々にデータを登録してもらう、デポジットしていただくと、そういうデータバンク方式で進められております。それで、このデータというのは、研究者、教育者、学生、企業、一般市民の方々を問わず、本当に無償で誰でも利用できるような環境を作っておりまして、今の運営はアメリカ、欧州、日本の3局でもって、それぞれのいろんな形での研究費用で賄っています。で、登録者は、そういう3局のグループが多いわけですけれども、実際の利用者は本当に世界中に渡っているというものです。で、その構造自身は X 線の結晶解析、最近ではスプリメント、あるいはサクラなどからもデータが出始めておりますけれども、そういう方法と、それから確率共鳴、NMR の方法、それから最近では超低温の電子顕微鏡でもって原子の分解能の構造のデータがたくさん登録されるようになってきております。その歴史を簡単に申し上げますと、こういうタンパク質の構造が決められるようになりました。1960年代ですけれども、その後すぐに1970年にこういうものは公開すべきだという非常に鮮明のある、考え方で、プロテインデータバンクというものが使われました。で、最初は、7件のデータが、アメリカのウルケン国立研究所でもって、それをマネにする形で備えておりました。で、歴史的にはその犯罪のタンパク犬も、そのデータを日本でそのきちんとそれを配布する役目という、そういうものを持っておりまして、実際には磁気テープを配布したりする、日本のいろいろな計算機センターにですね、その磁気テープを配布して、日本中の、こういったことに興味がある研究者が、その各研究センター、計算機センターでそのデータを扱うと、そういうことになっておりました。私も学生の頃はそういうことをやっておりました。それが1980年代になりまして、なかなかデータが増えなかったんですけれども、この時に、そのソサエティとしてですね、国際結晶学会というソサエティですが、そこが、データをその PDB に登録しないと、雑誌では、その論文を採択しないっていう非常に厳しいことを強く言いました。で、そこから非常にたくさんのデータが集まり始め、1990年代にはそのブルケーブンからですね、RCSB-PDB という、今の PDB を中心としてやっているところですが、そこに運営が移り、2000年代になって私どもも PDB-J と
いう組織を作って、国際組織になってワールドワイド PDB という、まあ、そういう国際組織を作って、行っております。で、まあ、世界中にその、まあ、日本もタンパク3000などという、あるいはそのターゲットタンパクというそういう構造ゲノムのプロジェクトが進みまして、非常にたくさんのデータが入ってくるようになっております。でさらに2010年代以降はですね、新しい方向法が出てきたり、あるいは電子顕微鏡のデータベースである EM エレクトロンマイクロスコピックですが、 EMDB とこういうものとの連携もあって、今9万4000件を超えるデータが、実験で得られたデータが蓄えられていると、そういう状況になっております。でこのようにその RCBPDB アメリカのグループ、ヘレン・バーマン先生ですね、女性の化学ケミストリーの、研究者ですが、それから、ヨーロッパでは EMBL の EBI、ヨーロッパ・バイオマティクス・インスティトゥートというのが、イギリスのケンブリッジの郊外ヒンクストンというところにあるんですけれども、まあ、そこで、ジェラルド・プライベクトというエクセアさんが、これを運営しております。でこれは私のところ。もう一つ、NMR のデータ、ケミカルシフト、化学シフトなどのデータをデータベース化するという、そういうものも、アメリカの、ウィスコンシンでもって、ジョン・マークレ先生、NMR の専門家ですが、が話になっております。それで、PDBJ はですね、2001年から、これは JST の、この、NBDC の前の BARD という、そういうプロジェクトでもって支援を始めていただきまして、10年以上を今では進められております。でグループとしては、ここに移っての12、3人ですけれども、まあ、それ以外に、タンパク系の先生方、あるいは犯罪以外の先生方の協力を得て、全体で20名ぐらいの規模で進めております。それからこれはPDBJのトップページですけれども、日本語、英語、中国語、台湾とメインランド、それからハングルと、こういったものでの記述もできるようにしております。それで、どういうその活動を行うかといいますと、大きく分けて2つに分かれておりまして、1つはデータインと呼ばれるもので、そのデータバンク方式ですので、データが登録されてきます。ただそれは登録者が、その登録してくる、それぞれ勝手に登録してくるものですので、そのデータの質を揃えると、そういうことが非常に重要になります。でそういうその品質管理をした登録作業をきちんとやっていくと、それから、そういうことを人手でやっているとですね、これ今どんどん数が増えていくと、そうするとそういうことをやる人もどんどん増えなきゃいけないんじゃないかと、それはあんまり好ましくないわけですので、新しいその登録システムというそういうものを作って、なるべくオートマティックにやって、ほとんど人手がかからないようなそういう仕組みを今構築中で、そろそろ来年の1月2月ぐらいにはそういうものに変わっていきます。それからもう一つは共通フォーマット、これも後でお話しますが、そのデータのがきちんと書かれているかという、そういうバリデーションするためにも、XML 化あるいは RDF 化と、こういうことをして、本当にそのデータが正しく記載されて、記述されているということを、バリデーションしながら登録をしていくという、そういうことをやっております。で一方でデータアウトという活動も、それぞれの WPDB のメンバーが、こちらは共通にやってるんですが、こちらはある程度独自性を持ってですね、それぞれ別のダウンロードサイトを運営して、データは共通ですので毎週アップデートされておりますけれども、そういうものを運営し、それからいろいろなサービス、それからドライブデータベース、二次的なデータベースを作り、この統合データベースの事業では、さらにデータベース統合化環境とこういったものも開発しております。このことに関係して、我々今回では配列構造機能と、こういう推定をできるパイプラインを開発すると、そういうこともやっております。でこれはデータインとしてですね、どれくらいのデータをきちんと登録してきたかという、そういうグラフですけれども、私ども始めたのはこれぐらいから、この赤の方が PDBJ として日本で登録されたもので、この青の方が世界中で使われているデータがどれくらいあるかということです。で大体4分の1ぐらいの数ですね、この差ですけれども、それを日本が登録してきたということで、非常にたくさんのデータの登録をしてきております。今では、使われるのはこれはちょっと前のデータですので、9万4000件を超えるデータが今は使えるようになっております。
それからこれはそのデータインにおけるその登録をどうやってあの自動化しているかと、そういうことを WPDB として、まあ、協力してやっているんですけれども、まあ、一番この、データの登録で気をつけなきゃいけないのが、リガンドと言われる、まあ、タンパク質にくっついている低分子化合物ですね。でこれは、全く新しい化合物の場合もあって、でそういう場合にどうやってそれがあの正しい化合式に対応しているかという、そういうことをきちんとバリデートしないといけないという問題があります。でもう一つは、その配列の問題です。でこれはあの、まあ、タンパク質だからみんな同じ配列だろうと、そういうことであの意外と皆さんあのナイーブにですね、単純にユニプロットと、そのゲノムとかその配列のデータベースとすぐリンクできますよねって、そういうふうに思うかもしれませんけれども、実はそのタンパク質の構造決定をするためにそのわざと変異ミューテーションを入れてですね、で元とは変わってるっていうことが非常に多い世界です。でまたその、活性部位にですね、基質を入れて、解くということも非常に重要な研究ですけれども、そのまま本当にあの基質をそのまま入れてしまうと反応が進んでしまうので、行動解析ができないと。でそのためにその反応が進まないように、例えばアスパラギン酸がありますとアスパラギンにしておいて反応が進まないようにして、それで構造決定をすると、そういうことをまあ普通当たり前のようにやってるんですね。ところが、そうするとネイティブのそのユニプロットの中に入っているアミノ酸配列とちょっと違ったりしてると。いうことがあって、そこをあまり気がつかないと、あれこれ PDB のデータ誤植があるんだなとか、逆にその、そういうデータをどうやってその、はい、うまくあのスーパーポーズしようとしてもうまく対応できないというようなことも起こりうるわけですね。でそういうことのためにそのここら辺のシーケンスについてのアノテーションというのは非常にきちんとやっております。それから後で申し上げますが、データフォーマットはこれから新しいフォーマットに変わるとしていますけれども、そのものをマスターフォーマットとすると、それからもう一つこのデータがどれくらい正しいか、あの先ほどは記述のバリデーションと言いましたけど、今度はそのデータそのもののバリデーションですね、本当にこれは正確な構造なんだろうかっていう、その質のバリデーションをきちんと評価するっていう、そういうことが今その行われていて、もうじきこれはですね、あのこれまでは座標を登録すると論文あのジャーナルがそれを採択できるというふうにしたんですけども、今度はこのバリデーションのレポートがきちんとなってないと、これをあの雑誌に投稿しないと、雑誌はその論文を採択しないっていう、そういう方向に今移りつつあります。で、これがあるとですね、あの、雑誌に出した論文の構造体のどれくらいの正しさですよっていう、そういうことがもう全員に分かってしまうと、そういうような非常に厳しい、まあ、そういうバリデーションレポートを課すということをやっております。で、まあ、ここまでしてあのデータの質を担保すると、そういうことを世界中で協力して行っていると、そういうわけです。これはあのデータインでもあの N1 の方のデータインの方でして、ケミカルシフトのデータ、化学シフトのデータはこの、まあ、紫色の方です。で、この赤い方が座標の方ですけれども、 NMR で解かれた構造は今1万件を超えておりますけれども、だいぶもう多くのデータがその元になっている化学シフトのデータも同時に登録されるようになってきております。でまあ、ちょっとこれあのビジーですけれども、そういう化学シフトの情報があるとですね、その構造と合わせて、どういうふうにその溶液系での、タンパク質の構造解析、あるいは、物性解析ができるかと、そういうことを支援するようなことが必要で、そういうソフトウェアを、我々 のところでも作っております。で、これは今度はデータアウトの方の活動についてちょっと紹介いたしますと、これは PDBJ の方のトップページになりますけれども、これは PDBJ の BMRB、 これはあの NMR のカウシフトの方のデータベースをやっているあの方ですけど、まあ、こういうポータルのトップになっております。で、一つだけあの強調したいのは、実は NBDC さんとお願いをしましてですね、NBDC さん そのデータセンター、今はあの北海道にあります。でそこに我々はあの我々 その上長化したポータルを置かせていただいて、こちら側の座標の方とそれから、NMR の方と両方なんですけれども、そして、両方で多重化してポータルを多重化して運営をすると、そういうことをやっております。
で実際にはその今は我々の方がミラーになっていて、皆さんが PDBJ にアクセスすると実は、北海道の方のそのデータセンターに、物理的にはアクセスされております。皆さん気がつかないようになっております。でこれが非常にいいのはですね、必ず年に1回停電とかですね、そういうことが法律的に定まっているので、一回シャットダウンしないといけないと、あるいはその時に非常電源に切り替えてもかなりちょっとの段階で難しいことがあったりするのが、こういうことをやっていると、あらかじめDNS でもって切り替えておくと、ある時はこっちが動いてて、ある時はこっちが動いてると。でそれはユーザーには全く分かりません。それから、どうしてもその、ハードウェアの故障であるとかですね、そういうのも、たまに起こりうるわけですね。でそれを、運転しながらなんでそういうことを交換できるかという非常に難しい問題です。で、こういうデータベースはストップするわけにいかないというのを市場命題にしておりますので、この仕組みを使うとそれがうまく解決できております。こうやってこれは特例ですけども、こういうふうに、アクセスしていただきますと、配列情報、構造情報、それから、他のデータベースへのリンクで、ここでは分子表面のデータになっております。で、PDBJ 独自にいろいろなサービスのツールを作成していて、先ほど申し上げましたように、電子顕微鏡のデータベースの EMDB との、統合化、それから類似のリガンドの結合部位をデータベース化しているジラフというもの、それからここに今ちょっと動いてますけれども、基準浸透解析をもってダイナミクスをデータベース化すると、それから分子表面のデータベースとかその類似表面を検索する手法、こういったサービスも作っております。でこの場をお借りして一つだけ非常に重要なアナウンスも申し上げたいんですけれども、実は40年前に作られてきた PDB のデータというのは PDB フォーマットというものがありまして、実は本質的にあまり変わってないんですね。で、それはあまりに世界中のユーザーがそのデータフォーマットを基準にしてプログラム作りなどをしてきたためにですね、そうそう変えられないっていう、そういうことがあって、何回も変えたいという機運があったんですけども、それができませんでした。ところがとうとう最近非常に大きな構造のデータが解かれるようになってきていまして、これまでのフォーマットでは最大62個しかペプチドの鎖、あるいは DNARN の鎖が記述できない、あるいは10万個以上を超える原子があった場合には PDB フォーマットでは記述できないっていうことが起きております。で実際先ほどシミュレーションで100万原子とか1000万原子とかそういうシミュレーションをやった場合に、これを PDB フォーマットで記載するってことは不可能になっているわけですね。でそういうことに対してもうこれは無理だよねという、そういうことでとうとうソサエティもこれぜひ変えろということになって、なるべく元へ戻れるようにすると、そういうこともそれとかそのこれまでの PDB フォーマットを作れるようなサービスも行うと、そういうことを言って、今年あるいは来年のもうかけてですけれども、徐々にこれが広まっていくようにすると、で、これまでの PDB フォーマットというのはだんだん使われなくなると、そういうことをやっております。ただもちろん非常に与える影響が大きいので、急にもう使わなくなりますということはありませんけれども、で今でも常にもうこの PDBX あるいは MMSIF というデータフォーマットはダウンロードできるようになっておりますけれども、皆さんの理解を得ながらですね、だんだん変更させようとしているところです。これは一番皆さんに心配されないように、実は横長にしたっていうそういうような概念で一応は理解していただけて、その数が多くなっても原子の番号は十分ありますよという、そういう皆さんに安心してもらえるようなフォーマットにはなっているんですけど、実際にはメタデータが非常にきちんと書けるとかですね、ここについても非常にフリーなフレキシブルな記載の方法になっていて、これはすぐに XML にも変換できると、そういう形式になっております。あとの時間あまりないですが、こういうことのデータアウト、基盤的なデータアウトに加えて、この統合データベースプロジェクトでもって、開発してきた私たちの仕事を少しだけお話しいたします。一つは、そのこととして、その、機能情報と構造情報を統合化すると、そういうことで、これまでその開発してきたことを基盤に、一つはこういう配列から機能をアノテーションする自動的なサービスと、こういうものを作っております。 SFAS と呼ばれるものです。で配列からまずこういう
配列を入力するとですね、そのこれはセカンダリーのビューですが、ディスオーダーの領域とそれから構造を持っている領域、それから二次構造もプレディクトして、それを他のタンパク質とのアライメントをしながらホモロジーの構造を作っていくと、そういうことをして、これがどういうそのファミリーに近いかっていう、そういうそのファミリーの予測をするような、そういうサイトができております。それから、もう一つは、これはタンパク質、タンパク質相互作用というものがタンパク質の機能にとって非常に重要ですので、タンパク質とある、他の分子との相互作用というのを、エレメンタリーなモチーフとして、でそれがさらにそのいろんな、これが重なっていきますので、組み合わせた形としてコンポジットのモチーフと、そういうような言い方で、これだけですと必ずしもその機能がはっきりしないのが、ここまで来ると非常に機能が同定がきちんとできるということで、そのコンポジットモチーフの検索ということで、コンポチーフという、そういう、ちょっと分かりにくい名前ですが、こういうサイトを作って、ここに例えばキーワードを入れて、ここではカルボジリンとかいうのを入れてますけども、そうすると、こういうエレメンタリーとそれからコンポジットのモチーフが現れて、それについての、モチーフはどういうものですよっていうのが現れると、そういうようなことができるようになっております。で、これは先ほども片山さんが紹介されましたように、そのセマンティックウェブの世界、あるいはビッグデータの世界がもう来ておりますので、それにも対応すると。先ほどは片山先生の方で、こういうさ、それをその持ってきて、RDF 化するということがあったんですけれども、我々の方でも、もともと XML 化をしておりましたので、それをもとにして、こういうリンクスデータの中に入っている PDB データとして、カノニカルな RDF のサイトを作っております。でこれは、ユニプロットの方で、こういう我々の RDF がも書かれていて、ここにリンクされるようなことになっています。ちょっともうこれは先ほど片山さんが紹介された、三つ組ですので、紹介を飛ばします。それから、最近BMRB という NMR の結果シフトの方も RDF 化を行いました。で、こちらも元は、スターフォーマットというフォーマットで書かれているんですけれども、それを XML 化し、さらにそれを RDF 化すると、そういう作業を行っております。でこのようにして、PDB の中で、PDB と、BMRB、これらが RDF で結ばれ、さらにはいろんな他の、情報とも、RDF の世界で結ばれるようになりつつあるというわけです。実際にこれはどれくらいの、こちら側から相手側にどれくらいリンクしているかという、そういう数を示していて、青の方が、外の世界へのリンクの数になっております。これはもういいですね。それから最後に、アミノ酸の配列から構造とした機能推定と、そういうことをこういう RDF 化して何ができるのということについて紹介しようと思って、自分たちでもその作業を進めた例を紹介いたします。で、まずはこのフローですけれども、まずアミノ酸の配列、ゲノムの配列でもいいんですけれども、その配列情報が来たときに、これはユニプロットの世界です。で、ユニプロットの中で、もうすでにそのもののその機能が分かっていると、あるいは非常に近いホモログがあって、もうそれは必ずしも、こういうことをやらなくてもいいという場合には、すぐにその機能が入る構造に伴った機能のというのが出てくるわけですね。ただそういうものがない場合は、例えば全然ホモログが非常に遠いホモログぐらいしかないと、そういう場合には先ほど申し上げた SFAS というところで、まずはホモロジーモデルを作る、我々のプログラムですけれども、それを使って立体構造に行きます。それから全くその構造が、構造はあるんだけれども機能の情報がないと、構造ゲノムのプロジェクトで解かれたようなそういうものですけれども、そういうものは、我々の PDBRDF を通して構造に行って、それから、そのファミリーを探す水槽、あるいは、ジラフからコンポーティフとよってそのタンパクタンパク相互作用、あるいはタンパクリガンド相互作用、こういうものから、機能を推測する、あるいは分子の表面データベース、
これをさらに最近では F パッチというのも新しいものを作ってクラスタリングをして代表的な分子表面をに行くと、そういうもので、まあ、この3種類の方からファミリーの構造、グローバルな構造、フォルトの構造の問題、それからローカルな構造の問題、それから分子表面の問題、こういった3種類のカテゴリーでもって機能を推定すると。でこれが全部そのマシンリーダブルなセマンティックな、うん、いわゆるでできるようなそういう技術でもってアウトプットができるようになるようにしております。まあ、これはその F パッチというのが最近できましたので、それでもって分子表面についても、マシンリーダブルなアウトプットが出ております。まあ、これは全体の概念図になっております。水素、それから全体のフォールドによるファミリー予測、それからローカルな構造のによる機能、それから分子表面というものです。で、この社会的活動ですけれども、もう 1,2 分で終わりますが、こういうアウトリーチ活動をして、皆さんにその構造がどういうふうにその社会に与えるインパクトがあるかと、そういうことをお話しして、まあ、これはそれの時の、ビデオですが、それから、WPDB では、アドバイシーコミッティというのを組織して、これは去年の、10月に、半田タンパク研で行われた時の大体20名ぐらいのもので、今年は実は先週のちょうど1週間前のこの金曜日に、アメリカのラタガス大学で行われましたけれども、そういったことを毎年開いて、そのソサエティがどういうふうにこれを支えているかということをやっております。あとは百科事典を作って一般の方々にタンパク質の構造、それから機能ということはどういう意味を持つかということを分かりやすく表現すると、そういうようなことをやっております。これは全体の体制ですが、最後にですね、まあ、こういうビッグデータの時代になっておりますけれども、その時にさまざまな階層実験手段を統合した研究が大事ですけれども、まあ、こういったところから本当に新たな実験知識発見ができればいいと。そのためにはデータそのものが非常にきちんとしてないと、もし間違えたデータが登録されているとですね、せっかくその上のその IT の技術が優れていても正しい知識発見にはいかないということで、このデータの品質管理というのは非常に重要になります。でこれは、そのやはりこういう我々のところでは構造生物学の専門家が必要で、そういう人たちが国際的にそのアイアノテーションの組織を作って、品質管理をしていかないといけないという問題があります。それから、まあ、そのことによって安心して使えるデータベースの運営と、北海道と大阪で二重化するということも一つの例ですけれども、そういうことに対、まあ、それだけではなくてデータの内容についても、安心して使えると、そういうことを担保しないといけないということになっております。でそのためにはもう科学全体のソサエティによる支援が必要だと、そういうふうに考えております。以上で私の発表を終わります。どうもご清聴ありがとうございました。